ライオン古山、第1ラウンドのゴングが鳴りました。割とゆっくり始まりますね。さあセルバンテスはサウスポーと対戦するのは初めての経験でございます。サウスポーと対戦するのはチャンピオンは初めての経験。第1ラウンドセルバンテスはあまりいつも出ませんね。おいい、これは古山の左のフックが当たりましたか。いやー、なんか硬くなってますね、セルバンテスね。そうですか。トランクに角丸つけております挑戦者の古山、いいですね。頭振ってパンチ外してますよね。セルバンテスが右のボディを打ちました。出だしは古山いいようですね。いいですね。はい、果敢にボディを狙います。右のストレートでボディを狙いますセルバンテス。第1ラウンドのゴンが鳴りまして、ちょっと見ごちない感じがありましたチャンピオンのセルバンテス。古山のボディーブローです。古山の右ボディーブロー、最初は何でもいいから当てると言っておりました。右ストレートセルバンテス、練習よりは動きませんセルバンテス。やはりお互いにパンチがありますからね。そうですね、お互いにパンチを警戒している感じがありますね。しかしなんかあれですね、セルバンテスは何ですか。セルバンテスは怖いって感じですね。栗山のワンツー、当たったですね。いいパンチだったですね。今のは栗山の左右のフックが当たりました。チャンピオンの顔面に栗山の左右フックがヒット。チャンピオンのスピードはどうですか。そうですね、スピードがないみたいですね。そうですね。第1、第2ラウンドはあまり出てきませんチャンピオンのセルバンテス。いつも出だしがあまり良くないようです。栗山の左フック、いい攻撃ですよ。これは栗山の左フックが顔面にヒットいたしました。やはり初めてのサウスポーでちょっと勝手が悪いんでしょうか。そうですね、なんか止まってますね。シャープさはないですね。右のストレート、これは強いパンチだ。セルバンテスの右のストレート、攻め込んでボディー連打。いい試合だったですね。第1ラウンドからこの後の面白くなりそうなね。右のボディーブローを打ちました。これは急所を外れております。ブロックしてますね。ブロックしますね。栗山も実に落ち着いて試合を進めております。だいたいこのライオン栗山選手はこうね、落ち着いた感じですからね。第1ラウンド終わりました。得点はどうですか。僕はですね、的確なパンチでですね、栗山君が取ったのはないかと思いますけど。そうですか。はい。試合は第2ラウンドに入ります。こちら側が栗山のコーナーです。第1ラウンドは小林さんの採点では、栗山の的確さを取って、正確さを取って5対4。好成績ですか。そうですか。試合は第2ラウンドです。ただこのチャンピオンのセルバンテスは、第1、第2ラウンドは悪くてもですね、3ラウンドぐらいからすごく動きが速くなるんですね。今晩の試合が38戦目のライオン栗山、デビュー以来5年、待ちに待ったタイトルマッチです。世界は初めての挑戦。かつてはなかなかいいパンチ打ちますね。いいパンチですね。栗山は一度も今まで倒したことないんですよね。そうですかね。落ち着いてますね、古山君ね。よく見てますよ。右ラッパー、これは空振りですね。はい。また右を打ちました。大きく体を使って、振りの大きいチャンピオンのカンベレ。第2ラウンドは、前半はチャンピオンの手数が多い。左が入りました。ピオンも打ち返します。左ストレート2回、また左。なかなかいい左が出るんじゃないですか、栗山は。いい出てますね、いいパンチです。お客さん熱狂してますね、あのパンチ決めてますよ。挑戦者の栗山、日本の栗山、頭普通ですね。ああ、いいパスです。また入りましたね。今までの試合よりはジャブを、左のジャブをあまり使いません。チャンピオンのセルバント。ジャブを使うチャンピオンのセルバント。今晩が5度目の防衛戦。本当にこの平山君というのは練習ではファウルもないんですけど、ほんまに強いですね。非常に試合の多い選手で、このチャンピオンのセルバンテス、はい、今日の試合が10ヶ月目ですよね、初防衛戦から。実に多いですね。多いですね。2ヶ月に1回の割合ですね。はい。コンディションを保ったことに一生懸命ね、疲れますから。第2ラウンド終わりました。どうですか、このラウンドは。やはり栗山君のラウンド。どうですか、栗山君のラウンドですか。はい。はい。第3ラウンドを迎える栗山です。はい。佐々木さんが何つってますかね。そうですね。おそらく佐々木陣営は今の調子でいいということで言ってるでしょう。そうですね、今の調子で間違いないですね。第1、第2ラウンド、左の攻めが当たりまして、小林さんの回転では栗山有利、試合は第3ラウンドでございます。チャンピオンのセルバンテスは、サウスポーと対戦するのは今晩が初めて、50戦して初めてのサウスポー戦でございます。まずは空振りが目立つ。空振りが多いですね。ちょっと空振りが多いです。右ラッパー。セルバンテスの右ラッパーです。左ストレート。海外で試合する場合にですね、はい、地元の声援がですね、はい、相手のいいパンチにだけ来て、はい、自分が打ってもなかなか声援が来ません。今度は栗山君が打ってもですね、声援が来ますね。あとね、左から右、右アッパー。この辺はセルバンテスのコンビネーションが出てきました。第3ラウンド。しかしセルバンテス、空振りちょっと多いですね。振りが大きいですね、もともと。栗山君が頭を振ってきますからね、なかなか目標を定まらないんですよ。中に入ろうとする挑戦者のライオン栗山、左のボディーブロー、左のキック、これは空振り、ちょっと前に泳ぎました。なんとか前へ出ようという栗山、左はこれはちょっと惜しい。栗山選手はあまり顔も切ったことがありませんし、はい、過去37戦一度もダウンがないんですよね。ああ、そうですか。タフなんですよね。皮膚も体もね。そうですね。お互い危なかったです今のはね。右側入ってますか？いや、入ってません。栗山の左とチャンピオンのアッパー、どちらも空振り。チャンピオン右、ちょっとパンチが当たってきましたね、チャンピオンの。はい。チャンピオンの右アッパーは2度3度空振りでやります。第3ラウンドに入ってコンビネーションブローを見せますチャンピオンのアントニオ・セルバント、世界ジュニアウェルター級タイトルマッチ、右ボディーブロー。ちょっと右目の下がああ、いい今来ましたね。左です。はい、左です。いいパンチです。また当たりました。栗山の左ストレート、強い左ストレートでした。効いてますよ、これ。聞いてますか？はい。細かい手数でセルバンテス、一発パンチで栗山。りました。どうですか、このラウンドは。もうやっぱりイーブンですかね。はい、はい、決めとなるのはやはり右のストレートですね。大きい体です。1m77cm ですが、よく体をボディ右左また左左接近しますと古山。果たしてこの辺りレフェリージャッジ、どのような採点になっておりましょうか。チャンピオンの右のストレート、はい、古山が接近しますと長い手を使ってカバーします。チャンピオンにしてみれば、このアントニオ・セルバンテスはタイトルをパナマからコロンビアに持ってったチャンピオンですからね。そうですね、やはり古山の方に応援したくなるでしょうか。そうですね、やはりその古山君のこの攻撃にはいい拍手ですね。第4ラウンド終わりました。どうですか。第4ラウンドですね。これは明らかに第4ラウンド。はい、そうです。この右目の横は心配ないでしょうか。そう心配することはないと思いますね。上じゃないですからね。上じゃないから大丈夫ですか。はい、きっと違う目に入りませんからね。さあ、切った前のレフェリーストップとはそういったシュートがどう取れるんですかね。試合は第5ラウンド、頼もしいファイトを展開しております。コロンビアの英雄に対して頼もしいファイトを展開している日本の栗山、台湾栗山。セルバンテスは過去この5ラウンドで2度ほどタイトル防衛に成功しております。ノックアウトの多い第5ラウンドです。セルバンテス。さあ、コーナーに詰めて打ち合い。大きく前へ出ようとする栗山に対してパンチを送る。やはりね、過去ね、5ラウンド KO 勝ちが多いでしょ。そうですね、それも戦うと防衛戦ではね、スタミナということを考えてあれじゃないですか。なるほど、スタミナを考えてますか。28歳、12月3日に28歳になりましたセルバンテス。なかなかいいファイトを展開しているライオン古山。一ちら打たれても前へ前へと出ます挑戦者の古山、いかにも挑戦者らしい。ここでクリンチになりました。小林さん、古山の攻めはこれでいいですね。あ、いいですね。はい、なお野沢木ジムのコーナーから情報が入りました。佐々木会長によりますと、ケースは予定通り8回までこういった形でガンガンいかせると、8回までに倒すと、こう言ってますね、佐々木さんは。頼もしいですね。なるほど、はい、頼もしいです。ワンツーを出しました、アントニオ・セルバンテス。いくら攻められてもパンチを受けても前へ出ます。挑戦者のライオン古山、試合は第5ラウンドです。黒人選手は顔の色が黒いんでね、はい、顔の色が変わったら分かりませんね。ただやっぱりオフオフしたような目してますね。なんとなくアセルバンド氏が見えるので、みんながピースで文句言ってますね。第5ラウンド終わりました。5対5ですか。はい、試合は第6ラウンドに入ります。前半の 5ラウンド終わったわけですからね、はい、中盤の見通しはどうですか。そうですね、これからが問題なんです。見どころは、はい、これからが問題、はい、そうですか。一山くと思うんですけれどもね、はい、小林さんはおそらく5ラウンドぐらいまでには一山来るんだろう、はい、古山の攻め、アントニオ・セルバンテスの手数というところで中盤に入ったわけですから。そうですね。第6ラウンド、先ほど4回にいい場面があったんですけれどもね、惜しかったですね、あれは。栗山が前に出ますと、チャンピオンのアントニオ・セルバンテスが足を使って動きます。こういう場面が続いております。そして第1、第2ラウンド、それから第4ラウンドに栗山の左ストレートがよく入りまして、リングサイドのこの放送席の採点では栗山有利。まだはっきりとチャンピオンを取ったラウンドはないようですね。そうですね、あとほとんど互角ですね。あとオフィシャルのスコアはどうなってますかね。レフリージャッジの正式な採点はどうでしょうか。我々の目にはやや栗山有利のうちに中盤に入ったように受けます。長い手でカバーいたします。はい、チャンピオンのセルバンテス、ブロックの前ですね。ブロックの前ですね。腕が長いですからね、すっとり胴体が入ってしまうんですよ。今晩の試合が51試合目のセルバンテス、過去40勝して23KO 勝ち。練習のような綺麗なフットワークは見せませんね。そうですね。チャンピオンの方が多いですね。多いですね。接近しようとする日本の栗山。なんとかジャブで接近を食い止めようとするセルバンテス。いい右のフックが入りましたが、その後チャンピオンのまた攻撃がありました。左バッパーを打ちましたセルバンテス。この右バッパー狙って打ちます。狙って打ちます。もう一発のパンチ振ればあるんですけれどもね、どうしたら手が打たれてしまいますね。そうですね。入るまでに打たれますね、ちょっとね、このラウンドは。腰を使った左のフックを打ちましたチャンピオン。栗山の左は空振り。第6ラウンド終わりました。このラウンドはチャンピオン互角ですか。はい、はい、トリー、東芝、SS製薬、シーモス、大健工業、デサント、全日空、富士重工、資生堂、キャノン、神戸製鋼の提供でパナマから衛星中継でお送りしております。会場はパナマのキブナシオ・ヌエボ・パナマ、パナマ新国立競技場。試合は第7ラウンドです。6ラウンドからね、ちょっと栗山がパンチを食ってますね。ちょっと食ってますね。と同時に栗山のいいパンチが1ラウンドに1回ぐらいしか当たらなくなった。おそらくこれは15ラウンド行くとしてもこういう経過をたどっていくんでしょうね。そうだと思いますね。過去ペトロ・アーデス、あるいはグリット、エディ・パーキン、こういうパンチの強い選手と対戦しております。ライオン栗山。パンチを食ってますね。そうですね。ちょっとパンチを食ってますね。足を使ってかわします。ジャブを使って引き離します。チャンピオンのセルバックです。右は空振り。セルバック。左ボディーブロー。なんとかくっつこうというプレーヤーですかね。そうですね。なんとか逃げようっていうチャンピオンですね。左を使って逃げますね。逃げるというよりうまいこともあってますね。サイドにと感じまして。当たっている手数はチャンピオンの方が多いですが、はい、強いパンチというのは振れ技がありますね。ただ振れ技のパンチ、このラウンド一発も当たっていません。まあ左ジャブっていうストレートですね。あれを切ってはいけないですね。ここね。栗山の右。やっと追いついて右を出しました。でも簡単なクリストではないですね。なんか、当たっていくような感じですね。まさにスタンダーウェイ戦法のチャンピオンのセルバンク。ライト級の新人を取った頃には随分手が売れたらしいですが、はい、小さいボディーブロー、栗山ゴング。第7ラウンド終わりました。5対4でチャンピオンですか。チャンピオンのラウンドですね、はい、コーナーに帰りました。チャンピオンのアントニオ・セルバンテス、コロンビアが生んだ史上初の世界チャンピオン、いわばコロンビアの英雄でございます。今日もおそらく多くの方がコロンビアから応援に来ているものと思われます。第7ラウンド終わりました。チャンピオンのセルバントスのコーナーでございます。タイトルマッチであれですね、7回まで持ってたのはセルバントス初めてじゃないですか。一度ね、最初の防衛戦です。はい、最初の防衛戦が判定ですね。はい、プエルトリコので行ったですね、マルケス戦が今年の2月ですけれども、はい、これは判定、まあ大差の判定がしたんです。ああ、そうですか。判定がした。あとはいずれもKO が来てですね。こちら側が栗山のコーナーです。ちょっと気になりましたは、古山の右顔面の腫れ、これは4ラウンドあたりから腫れてまいりましたが、どうですか、そう心配はないですかね、右の腫れは。そうですね、ちょっとやはり気になりますね。はい、一番大事な目のところですからね。そうですね。くっついてパンチを出そうという古山、離れるセルバンです。このラウンドは出てきましたか。さあどうか。ジュニアウェルター級はかつて藤孝選手が持っておりまして、それをニコイノロージアルゼンチン、そしてパナマの左ストレート、いい関係する。いい関係入ラー選手が取り、その後このアントニオ・セルバンテン選手がタイトルを取りました。5年ぶりに日本が迎えましたこのジュニアウェルタークラス、このクラスのチャンスであります。小林さん、どうですか、KO 勝ちの多い選手というのはやはり後半に来ますとね、はい、だんだん自分のボクシングじゃなくなるということありますということもありますよね。しかしこの一発で出すパンチ入れない、パンチ入れないですからね、だからなかなか線が崩れないと思うんですよね。連打でこういうボクシングをする、1メートル77センチの身長リーチを十分に生かしましたセルバンテン。小さいボディーブロー、古山。試合は第8ラウンドです。ボディを探す、セルアッパー、セルアッパー、いい左ストレート、フラどうか、ちょっと当たらない、カバーに回ったチャンピオン。効いてるかどうか。チャンピオンのコーナーです。第11ラウンドに入ります。あと5ラウンド。はい。じゃあこれはもうチャンピオンにできるようなあれの戦法ですね。ジャブを出しては逃げる。はい、そうですね。そういった戦法に切り替えたんですね、途中から。あえて打ち合わないと。そうですね。よほどのチャンスがない限り、打ち合わないようですね。試合は第11ラウンドです。右の目が塞がりました。でもまだ見えないことはないわけですね。ただやはり距離感は難しいですね。ああなってしまうと。しかしうまいですね。クリンチの時にうまいことホールディングして、日本だったらさすがレフリーが注意するんでしょうけどもね。23ナックアウト勝ちというセルバンテン。空振り。ややスピードが落ちました挑戦者の古山。ボディーブロー、左フック、右フック、クリンチ。ちょっと古山のパンチが当たりますとクリンチ。古山選手は声を出しながら「おっ！」って言いながら打ってますね。相当強い入ってるんですよ、あのパンチがね。古山の左、おっ、今チャンス。林さんね、疲れてきますと、やはりパンチにも力がなくなっていますね。そうですね。どうですか、まだ栗山君に倒せる力が残ってますか？そうですね、タイミングさえ良ければですね、タイミングの外と球種に入れば、栗山君、パンチがありますから、しかし今、ちょっとスピードがあれですね、圧倒されてますね。ストレートを打ちますセルバンテス。後半に来て手数がなくなりました古山、そう聞いているわけではないんだけれども、なんとなく疲れが出てきた感じですね。古山のワンパンチに期待したいところ。うまく避けます。パンベレはですね、速さでなんとか決着つけようと思って打ってたら、意外とそのフレームがパンチがあってしまったもんで、まあその後半ですね、中盤から後半に投げて、そのヒットアップ使ってポイントを稼ぐヒットアンドウェイですか、そんな戦法に貸したじゃないですか。そういえば、このパンベレ、アントニオ・セルバンテスは、親しい仲間にはですね、4ラウンド KO が来たなんてことをね、宣言したらしいですよね。ああ、そうですか。接近してボディを打ったけれども、後が続きませんね。もったいないですね。ジャブ、ストレート、左のストレートを打ってます。挑戦者のライオン栗山。当てるまでにどうしてもセルバンテスのストレートを打っちゃいますかね。第12ラウンド終わりました。いいパンチ入ったんですけどね、やはり前半でセルバンテスでやっぱり5-4ですね。時折栗山の強い左のストレート、あるいは右のフックが当たらないですが、それも各ラウンドに1回ぐらい。そうですね。第2ラウンドはややいい滑り出しだったんですが、どうも中盤以降はですね、パンベレは足を使ってしまってですね、なかなかそのチャンスがないわけですよね。あと残りましたのは13、14、15、3ラウンドですね。はい、そうです。そうですね。一発入ればという、そういう期待がかかります。栗山。ボディの探り合い。が刺さるんじゃないかと、そのように思ってらっしゃると思いますね。これで微妙なんですけどもね、一般だったらガクッとするんですけどもね、柔軟な体でうまく入山のパンチを避けますチャンピオンのセルバンテス。今晩の試合が子供の防衛戦、このままいきますと、おっ、ああ、うまい、うまく避ける。13ラウンド終わりました。5対5です。はい、レフリーのサリーフさんが熱そうな顔をしまして手を挙げました。さて第14ラウンド開始、あと残るところは2ラウンド、はい、6分間。小林さん、採点では中盤以降ほとんど半分なんですけどね、チャンピオンのあのジャブ、左ストレートに取られてるでしょうね。はい、はい、さあコーナーだ。あの後ですね、フォールの軸までね、うまく抑えますね。あれの上下がピンしちゃうんですけどもね、あれもボクシングのテクニックですからね、やむを得ないんでしょうが、泳ぎました栗山。栗山しかしタフですね。タフですね。細かいパンチがかなり食ってるでしょ。やはりガウスまでして負けないという気持ちもあるんでしょうけどもね、よくやってます今夜の平山君は。カンベルの動きもやや止まりました。チャンピオンの動きもやや止まりました。栗山のパンチも正確さがなくなってきました。ちょっとあれですね、カンベルの踊りもないですかね。これからですよね、ボクシングは、はい、残り10秒で勝てるでしょ。そうです。最終ラウンドです。最終ラウンドです。栗山のコーナー。チャンスがありませんか、小林さん。そうですね、なんとも言えないですね、お互いの強打者ですからね。しかも15回、もう疲れ切ってこられたんですね、そのもう一度打つんですからね。それをどうなるかわからないですね。同線で終わってしまうか、あるいはノックダウンがあるかどうかわからないです、これは。前の14ラウンドにも左のフックでチャンピオンの腰がガツンと落ちる場面がありまして、ツーゾーンが上がってしまいましたが、鶴山がいかにも悔しそうに手を振りながらコーナーに帰りました。あの後連打が出ればね、そうですね、もう少し時間があったと思いますけれどもね、惜しかったです。判定になりますとポイントではもうチャンピオンの中盤から終盤への左ストレート、左ジャブ、あのポイントでおそらくもう判定ではもうダメでしょうね。プレーは価値ありませんね。価値だと思います。一発強打、最後の強打、それを望みたいものであります。挑戦者の古山、相手の動きを見ています。完全にもうこのラウンドは逃げてますね。そうですね、もう逃げてますね。ポイントでリードしてますから、このラウンドパンベレチャンピオン、危険な打ち合いしないですね。逃げてますね、逃げてますね。打ち合いにはいきません。かなりいいパンチがね、14ラウンドも入ったんですけどね。そうですね、もう知ってたんですけどね、なんかうまくなんかクリンチでやられるみたいで、そのフォローパンチがないですね、全然当たんないですね。もう一人やったら、そのクリンチを腰落として、振り落としていきなりになり、気持ちが惜しかったですね。セルバンテス選手のジャブはどうでしたか。そうですね、あのジャブがやっぱり一番しっこいですね。強くはないですよね。何か強いパンチがありましたか。いや、全然ないですね。破れるだけですね。やはりあのジャブが避けられなかったですか。そうですね、避けられないことがあったんですけど、僕はちょっと研究不足ですね。しかしいいパンチが随分入りましたからね。自分で当たったら分かってるんですよね。もう一回やりたいですか。やりたいです。もう一回やりたい。はい、そうですね。はい。リング上で大変のキャメラマンの皆さんでございます。古山選手にリング上で伺いました。古山選手ができればもう一点やりたいということ言ってますがね。本当ですね。それとも試合だと思います。逃げることがなければね、もしですね、これのセルバンですが、もう打ち合いに出ていれば、これはもうハプニングだったですね。もしかしたら古山リング上で採点の発表でございます。 レフリーは148対140でセルバンテス。ジャッジは147対141でやはりセルバンテス。